こんにちは。の展示会を、アスリートの青山のお店でやってるんですけれども、ちょっと中を覗いていきたいと思います。どうぞ。私はこういうショート丈のものをレイヤードするのをめちゃくちゃ調子していて、私は着てるんだけど、こういうさ、ワンピースとこれはさ、ショート丈のシャツがセットになってる商品なんですけど、このバランスが今年はね、一応しきり肌可愛いね。着回しも着けそうですね。そうそう、これバラバラでも着れて、はい、私だけでも着れるし、ワンピースだけでも着れるし、すごくおすすめ。こういう感じで、ちょっとカジュアルだったらサーカーとかね。はい、そうそう、まあさ、ちょっと撮ってくれてる普段も今、はい、ショートだけ、これシャツ、シャツでこれも一押しです。はい、これちょっと折ってます。なんかこれはね、ワンピースの上に今シャツを着てるんだよね。はい、そうなんです。こういう着方はすごくね、スタイリングの入門編でね、結構これは着やすいよね。確かに、なんか私も難しいかなって思ったんですけど、本当にいろいろ使えそう。そうなの、そうなの。しかもスタイルアップ効果がすごい。そうなんだよね。そうなの、本当にそうなんですよ。目線が上に行くからさ、そうなんですよ、足が長くなる。そうなの、そうなの。ロストコードのシリーズ、こういう、これゴムなんですけど、このゴムのディテールのシリーズが結構メインのテーマでもあって、まあ、ちょっとアウトドアなキャンプ紐みたいなのからインスピレーションで作ってるんですけど、いろんなボリュームを調節できるデザインで、例えばこういうシャツのさ、裾とかにも入ってる。あ、本当ですね。そうそうそう、これがね、いろんなところに入ってます。アウターのこういうところとか、本当だ、いろんなところに。そう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 。しかもこれなんかちょっとデザイン。そうなの、アンスリードっぽい、ちょっと配色カラーが可愛い。かなりオーバーめなですね。今日すごい展示会に。今シーズンはターコイズカラーがとてもおすすめ。可愛い。可愛いよね、発色がいいし。本当に。なんかモノトーンのお洋服とかにもすごい。はい、あ、すいません。今季もアースリードって着回しできるアイテム多いですけど、今季も特になんか多いかなと思って。そうかもね。着回しがすごいできる。ショート系もそうだし、シャツもすごい人気だけど、さっき紹介したその折り紙のコートのロケバージョンなんかも可愛いの。後ろのすごいシルエット綺麗ですね。そうそうそう、なんかそれがすごい長くね、はいはい、このタッグ感とかこのルーズな感じが、はい、いいよね。可愛いです。あと今年はまあショートの他には背中開きのものも結構あったりとか、こういうね、はい、こういうのにショートだけ合わせたりするのも可愛いですし、あとそうだそうだ、すごい可愛い。あ、このジャケットすごいいい。あの、皆さん可愛いって声が多かったです。こういう感じで、リネンのジャケットなんだけど、デザインでヤザーをいっぱい作って、すごく変形のアシメジックデザインになって、こういうのをさ、ハーフバースとかと合わせるのがすごいね。可愛いです。IC さんやってるさなこさんの柄が欲しい。素敵です。なんか爽やかな女性らしい感じで、これはね、ブドウをイメージして書いてます。
シアーシャってさ、背中とか袖が空いてるの、はい、めっちゃ人気だったね。あ、それも人気でした。背中に買ってくる、勝手にこんな感じで着てほしいアイテムで、はい、結構早い時期に思った今回アートシリーズがまた変わりました。じゃあじゃん、こういうのかな。ああ、いいですね。はい、ね、おしゃれ。そう、あのインセックスのサイズ展開があって、メンズサイズもあるんですけど、はい、色パーカーとかこれね、スカート、はい、オリジナルの柄のタフタの素材に、これもさっきあったドロストのね、デザインがいっぱい入ってかなり1枚でモード感あるけど、なんか上はスウェットとかシンプルなニット合わせるだけで可愛い。確かに、すごい使うし、こんな感じ。じゃあ随時ちょっと、はい、モーさん突撃して密着していきたいと思います。いいよね、この見て、このピョンってデバーイかっこいい。絞れるから、そうなのよ、袖のボリュームも楽しめます。そうなのよ営業感営業感も絞れるからバルーンっぽくも着れるよ。みゆきちゃんが、はい、EC モデルをやってくれてるから、ね、結構商品知ってるんだけど、はい、見たことないやつを探そうと思ったけど。
顔がいい。はい。嘘。見て見て。どれどれどれ。どれどれどれ。あー、これね、すごいシンプルなんだけど、使いやすくて、上と下がバラバラになるの。あ、じゃあこれ上に乗ってもいい。そうそうそう、タンクアンピにもなって、で、これショートニットとしてもなんか中にさ、締めてないけど、ちょっとシャツとか入れたレイヤードとかしても可愛いし、単品でももちろん使えて使いやすいよ。可愛い。可愛い、めちゃめちゃ可愛い。似合うと思う。似合いそうです。この丈がめっちゃいい、ね、長め。あ、可愛い。これ同じデザインなんだけど、そうなんだ。ここがグレーで、この人もこっちになるんだけど、全然なんか色変わる。いや、めっちゃ変わる。可愛い。可愛いと思います。ざっくり。確かに今すごいまとめました。ざっくりちゃん、今日のコーディネート紹介お願いします。はい、本日はちょっと短めのニットにタンクトップになって、いろいろレイヤードで使えるシャツを合わせて。シャツタンクトップになってるんですね。はい、シャツタンクトップになってて、そうレイヤードしても袖がもたつかないので、かなり1枚あるとかなり使いやすいシャツになっております。デザインがこうなってます。パンツは、パンツはニットのストレートのものを着用しておりまして、かなり足がすっごい綺麗に、すごい綺麗に見えますね。形もかっこいいパンツになっております。履き心地も、履き心地もバッチリで、バッチリ、足すごい上がってますね、はい、ありがとうございます。すごいルーズに着てもいいね。確かに、うん、意外とね、ここがタイトですね。で、丈をさ、もう少し例えば短くしたかったら、ワンサイズ下げると小さくなりますよ。ショートトレーナー、私はシャツに合わせてるんですけど、なんかワンピースの上に羽織ったり、タンクトップに合わせたり、いろいろ結構万能で使えるようになってます。はい、後ろもバックスタイルも可愛いですね。調節もできるので、もっと緩めに着たい方は崩しても着れるように、はいはい。で、こちらのスカートも半水らしい、はい、今回反応が結構良かったんですけど、黒と白の作りでメッシュの折り紙スカートです、うん、かわいいです。裾がメッシュなんですね。かわいいね。ありがとうございます。肩もこれに変えたら上に見せるのがいい。このオレンジがかわいい。これさ、全部さ、雨が入る仕様になってるの。ケットを閉めて、高くから雨が入るのも本当にすごい。これも可愛いね。これ可愛いでしょ。可愛い。いいですね、このスリット感ね。いや、すごい。ジリで。タンクにもめっちゃいい。タンクにもいいですね。タンクにもいいから。メンズも全然綺麗そう。そうそうね。メンズ人気高かったですよね。肩も平気だし、そう、腕も長いし、シェアできる。そう、彼のシェアができる。できます。ゆうきです。ゆうきです。こんばんは、おいろまいります。このコート本当にイニセッツ、今日ね、男性にたくさんね、販売しました。社長にも社長にも社長にもいいな。いいいい、すごい。薄いのがいいね。そう、ちょっと中に着て着つつも羽織れる。じゃあやめまーす。いつもアスリードのこういうオリジナルの柄とかを描いていただいてる。こちらです。
そう、絵も描いてるし、ペイントの、作品がね、すごいね、めっちゃ素敵なの。そうですよ、私もお家に、かなこの絵を飾ったりしてるんですけど、はい、すっごい結構ね、店舗にお問い合わせ、ね、あるよ。あ、本当、はい、嬉しい、はい、皆様ぜひ、はい、あれですよ、オーダーとかでも書いてらっしゃるんですよね。はい、ダイレクトメッセージを、はい、くださる柄を書いてもらって、素敵、色をちょっとね、大人のアートにね、そうそうそう、なんかカナコもなんか着てみてよ。あ、そうそう、着ないの、こ黒って言うんだよね。カナコさん何着てくださるの。私はですね、これ似合いそう、絶対似合う、だって形すごい綺麗ですもん。似合う、はい、いい感じ。メリハリがやっぱ、うん、あと膨張してみえたから、うん、黒かっこいい、かっこいいです。そう、これだからさ、絶対2人で兼用できればいい。確かにいいですね。あ、似合う、かっこいい、かわいいです。いいですね、ジリ似合う、これいいよね。こういうあれですよね。ここも、そうそう、このアースリードのグリーンとブルーでね、はい、配色になってます。そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そう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 、どれが人気でした？いくちゃん、このいくちゃんが着てるシャツもすごいおすすめで、はい、このスカートもめちゃくちゃ好き。このスタイリングすごい可愛いですよね。似合ってる、似合ってる。、ね、でもね、袖もすごい可愛いです。後ろも背中も開いてるし、はい、こんな感じ。なんかインナーをちょっとあえてコーディネートで色の合わせ方をすると楽しめるし、はい、確かに、はい、いいです。いいです、ありがとうございます。一押しのシャツ、ほら、お揃いディテールが入って、本当ですね、かわいい、かわいいよね。なんかふわっとしてて甘い感じに思いがちだけど、なんか甘すぎず、ね、シンプルに着れるです。はい。